この大使命だ。バロンミサイル。エレクトリッガー。それ。バロンパンチ。SSI の特別訓練が。富士山麓のグリーンパークで行われていた。レッドバロンを仮想鉄面塔ロボットにして、その特訓は実戦さながらの厳しさであった。一方、熊野警部は子供たちの体を鍛えるという名目で SSI の合宿に参加していた。寒さがなんだ、滑っているチッポカポカあったかくなってくるものなんだ。さっきから転んでばっかりいるじゃないか、このコーチ。このコーチ本当に滑れるのかしらね。何を言うか、小学校時代にはよく滑ったもんだ。よいしょ。いいか、よく弾けよ。スケートというものはだな、まずこう右足を出し、それから左足を出す。これがコツというものなんだ。いやーたらた。あれ、どこへ消えた。それって何やってるか。いて、いてくれよ、女子松だぜ。ああ、かわいそうに。おい、話しやれ。やで、せっかく捕まえたんだもん。なあ、うんと捕まえてさ、学校へ持って行って売ろうぜ。オッケー。おい、おい、おい、もっと生き物を大事にせんといかんぞ、君たちは。鉄面とロボットだ。レッドバロン、行くぞ。博士マリ哲也は奴の後方へ回ってくれ。挟み撃ちだ。了解。ファイトレバーオン。Yeah.
隠れたんだ。この一帯を探してみよう。無駄だ。足跡も何も残ってない。まるで幽霊だ。ロボットじゃなかったのかもしれないな。じゃあ目の錯覚。金属のロボットが空気のように消えるわけはない。光線のいたずら、つまり蜃気楼現象じゃなかったのかな。いや、あれは確かにロボットだった。それにしてもどこへ消えたんだ。不思議だ。おい哲也、お父さんが陣中見舞いに来てくださったぞ。親父が哲也父ちゃん、青野菜でビタミン補給してもらおうと思ってな。すいません、こんなにたくさん。土の匂いがするわ、おいしそう。わしが腕によりをかけて育て上げた野菜だ、うん、レッドバロンに食ってもらえるのが残念ですわ。母ちゃんは元気か。うん、うちのことは心配いらねえ。思い切って働け。うん。どうだ哲也、少しは強くなったか。やるか。まだまだ若いもんには負けねえぞ。ほら来い。よし、あっきよい。ほら、たまた。よかった。紅剣の父も母も兄も鉄面刀に殺されてこの世にいない。がっぷり四つに組んで熱の入った相撲ぶりを展開する哲也親子を見て、剣は自分も父親と相撲を取ることができたらとそう思うのだ。どうだ。まだまだ修行は足りねえぞ哲也。はい親父殿。また来るからな。ではどうも。案外親孝行なのね、わざと負けてあげたりして。負けてやらなきゃ一日中でも食い下がってくるよ。あれでも生き返りゃやれ肩を揉め腰を揉めなんておふくろこき使うんだから、まったくしょうがない親父だよ。そりゃ違うぞ哲也、親さんは息子に勝ったなんて思っちゃいないよ。息子に勝てないことは百も承知で組みついてる。息子の成長を体全体で受け止めたいためにな。その上わざと負けてくれる息子の優しさがまた嬉しいもんだ。そうでなきゃあんな上機嫌な顔で帰っていくわけがないよ。そうかな。そういうもんさ、親父の気持ちなんてものは。警部の言う通りだ、いい親父さんだぞ哲也。いや大変だ大変だ、レッドバロンが危ないんだ。さっきのロボットだ。蜃気楼じゃなかったのね。よし、幽霊ロボットめ、今度こそ逃がさんぞ。あ、幽霊でもないのか。よし、バロンパンチ。消えた。どうも動きはこれまでのロボットと違う。ドリルアローの方が効果的じゃないのか。了解、ドリルアローを呼びます。凍結液だ。このままだと氷漬けにされてしまうぞ。レッドバロン、操作不能。ケン、待ってろよ。そうか、火の熱で溶かそうってわけか。いいか、溶けるまで時間を稼ぐんだ。はい。
ロンの凍結も溶解した。一時退却だ。はい、よし、行くぞ。バロンミサイル。今だ、ドリルアロー。また消えた。手応えは十分あったのに。空気中に溶けちまったぜ。フォロギラフィーか何かの映像なら話は分かるけど、一体どんな仕掛けになってるんでしょうか。分からん。あれは何。宇宙ロケットのようだ。じゃあ宇宙鉄面と。その可能性はある。火薬反応も放射反応もありません。兵器ではないのか。おい、何か書いてあるぞ。紅剣殿、紅剣太郎。何だって。紅剣太郎、剣のお父様じゃない。バカな、父さんは鉄面刀に殺されたんだ。まさか天国から送るわけもあるまい。父さんのだ。剣。父さん。突然の宇宙からの頼りにさぞ驚いたことであろう。私は今火星でこの頼りを書いている。監視の目が厳しく、この郵便ロケットも実験用ロケットに紛らわせて打ち上げるしかないのだ。私はデビラーに捕らえられ、母さんと共に死刑にされたが、気がついてみたら火星基地へ連れてこられていた。私はロボットの設計などをやらされているが、人類を攻撃するための作業がつらい。ケン、レッドバロンは宇宙を飛べるようになったと聞く。レッドバロンに乗って助けに来てくれ。私は毎晩のように夢を見る。お前が赤い不死鳥に乗って助けに来てくれる夢だ。監視員の足音がする。なお、同封のクイルモは盗み取りしたロボット帝国だ。愛する息子へ、父より。父さん。愛する息子へ、父より。生きている。間違いなく父さんだ。信じるのはまだ早いぞ。鉄面刀の陰謀かもしれん。父さんはいつもこれを加えていた。お気の毒に。奴隷人間として働かされていたのね。宇宙鉄面刀も必要としたんだよ。紅博士のロボット技術もね。博士、俺を火星へ行かせてください。お願いします。まず無理だな。どうしてですか。月へ行くのとは訳が違うんだ。火星までの距離は何億キロとある。スペースウィングスに補助タンクをつけたとしても片道たどり着くのが精一杯だ。帰りの燃料がないってわけか。はい、今のレッドバロンの構造ではそれ以上積み込むことは無理です。構いません、とにかく行かせてください。帰れないと分かっていながら行かせるわけにはいかん。会いたいんです。父に。行きます。ダメだ、行っちゃいかん。父を見殺しにしろって言うんですか。火星は宇宙鉄面塔の本拠地だ。飛び込んで戻れなければどうなるか分かっているだろう。じゃあどうしろって言うんですか。俺にも分からん。ただ
デッドバロンは我々人類の守り神であることだけは忘れないでほしい。私も三上博士と同じ気持ち。あなたとレッドバロンを失いたくはないの。正直な気持ちを。レッドバロンは人類最後の砦でもあるんだ。無茶はできんよ。この分だと明日も天気だぞ、こりゃ。栄畜異常なし。B 地区 C 地区異常なし。点検担当くれない件。ケン、私は毎晩のように夢を見る。お前が赤い不死鳥に乗って助けに来てくれる夢だ。すぐ助けに行くわけにはいかないんです。しばらく、もうしばらく辛抱していてください。必ず助けに行きます。ビームストーンだ。ビームストーン。太陽光線を光子エネルギーに変えてしまう石だ。これさえあればロケットは永久に宇宙空間を飛び続けることができる。すごい石なんですね。ビームストーンはいわば伝説の石だ。宇宙のどこかにあることは分かっていたが、まさか火星にあったとは。クレナイ君、火星に行けるかもしれんぞ。本当ですか。火星にビームストーンがあることが分かれば、燃料は片道だけでもいいわけだ。帰りはビームストーンを利用するわけですね。探し出す面倒はあるがね。どんなことがあったって探し出しますよ。よし、そうと決まれば出発の用意だ。よかったわね。ああ、まさに天の助けだ。哲也、今一番俺がやりたいこと何か知ってるか。一番やりたいこと。ああ、親父と相撲を取ることだよ。よし、どれぐらい強くなったか見てやる。かかっとこいって。へいへい、親父殿。けっ、おえっ、なっ、おっ、そらっ、火星の重力圏に捉えられた小惑星が2つある。直径19キロのホブスと8キロのディモスだ。間違えて着陸しないようにな。はっ。それから宇宙ロケット弾だけでは不安なので、新しい宇宙兵器が仕込んである。レインボーショットだ。流星群を破壊したり、引力の弱い火星上での戦闘に使用するといい。成功を祈る。ケン、火星上で相撲を取るのはよせよ。宇宙へ飛んじまぞ。わかった。ケン、お父様と相撲を取ったら勝つ、それとも負けるかしら。こいつ。紅君、生水飲んなよ。腹壊していかんからな。気をつけますよ。ケン兄さん、ついでに鉄面ともやっつけてきてくれよ。任しとけって。それじゃ行ってきます。これから助けに行きます。ファイトレバーオン。
こうしてレッドバロンは月よりも150倍も遠い火星を目指して旅立ったのである。レッドバロンは火星の軌道に乗りました。よし、あとは火星まで一直線だ。こちら本部、紅君、気分はどうだ？全く静かです。素晴らしい気分です。何かあったら知らせてくれたまえ。了解。どうした？流星群です。こっち向かってきます。破壊しろ。衝突するとコッパみじんにされるぞ。レインボーショットを使え。了解。よし、十分に引きつけるんだ。レインボーショット、来た！こちらレッドバロン、レインボーショットはすごい威力です。役に立ってよかったよ。ケン、どうしたの？ケン、何が起こったの？ケン、突然操縦不能になってしまったんだ。操縦不能ですって？クレナイ君、クレナイ君。ケン、レッドバロンをお願います。レッドバロンをお願います。レッドバロン、ダメだ。未知なる宇宙への旅へ出たレッドバロン。そのレッドバロンを突如襲ったものは何か。宇宙鉄面塔か、それとも宇宙神秘の力か。また幽霊ロボットディモス Z は一体どうなっているのであろうか。ケンは父を助けに火星へ向かった。しかし父紅博士は奴隷としてではなく帝王として君臨していた。次回レッドバロン火星に遭難、どうぞご期待ください。宇宙の果てからやってきた悪の軍団、やっつけよう。強大なロボット怖くない、敵の攻撃何するものぞ。レッドバロンがついている、バロンミサイル、スイッチオン。バロンパンチは必殺パンチ、エレクトリカ発射しろ、守れ宇宙。